さあということで、じゃあ今からこのファイヤーライターズ、ファイヤーライターズ、これをね使ってみたいなと思います。僕ね初めて使うんで、まあ知らない方のねに簡単にご説明しますと、マッチやライター不要で使える商品かというとですね、どういうアイテムかというとですね、まあこういうね、開けてもらうとですね、このでかいマッチみたいな、で、これをこうね、1本ずつこうちぎってですね、で、こうここでこうマッチみたいにね、本当にこすって火種にするという。あ、なんかね、これ専用のケースで使うと、なんかここでね、うまくね、こうね、こうカットできるっていうね、やつらしくて、なんかね、意外とね、うまくね、こうね、取れない人が多いみたいなんですけど、普通に綺麗に1本取れた。ちょっとじゃあ、これつけてみます。普通にこれ多分マッチみたいにここにこう擦って火をつける形になるはずなんですけど、こんな感じで、でこれをまあこれがね結構ね何分間かな、これ1本でね燃焼時間8分燃焼するらしくて、だからその間に、薪に火を移して、火をつけるっていうね、そういう商品ですね、アイテムですね。今日皮膚希望も忘れてきたんだよな、俺な。もう忘れ物ばっかりです。ちょっとでもフェザースティックみたいに若干薪をあれしてるので、うまいこと火移ってくれないかな。失敗したらごめんなさい。火起こし失敗するのは、キャンプあるあるですけど、でもね、さすがにね、一応キャンプ場の従業員だっつってね、キャンプの情報を発信してる身としてはね、火起こしミスるわけにもいかんすよ。あ、ほら、これ自体がほら、わかります？燃えて火がつくので、これでこう周りにこう火をですね、うまいこと移してですね、火をつけるという、そういうアイテムですね。え、やべえ、これ使うかも。うまいこと、ちょっとナイフも持ってくるのを忘れてりゃ、いろんなものを忘れて、今日ね急に思い立ってね来たんだよね。これミスるかもな。うまいことついてくんないかな。でもこんだけ火ついてくれたら、よっぽどじゃないとミスらないですね、このね。多分ね、普通は。ちょっと今日物を忘れてきすぎた。ナイフもないからな。ナイフがあればな、フェザースティック作ってうまいことつけれるんだけどな。しかもちょっと薪も古い薪、倉庫に眠ってた薪を、つきそうかな。あ、つきそうかも。焚き火も長いことしないんでね、こうやって火がつきますよっていうのだけ今日取れれば僕的には OK。 ここにコメントお待ちします。あ、つきそうやね。こんな感じでね、誰でも簡単に
ができますよっていう商品、こちらの、ファイヤーライターズで、皆さんもよかったらぜひ使ってみてください。さあ、ファイヤーライターズを使ってね、今薪に火をつけました。ということで、こんな感じでマッチもライターも不要の着火剤、ファイヤーライターズ、キャンプ初心者の方でも簡単に火を起こすことができますので、ご興味のある方はぜひ試してみてくださいね。